こんにちは、アナログランチボックスです。私たちの新作オーチャードオーシャンをご紹介します。プレイヤーは果樹農家となって人工の島を海に浮かべて海上に果樹園を作っていきます。収穫時に果樹園から多くの商業施設に生産物を出荷できるように島を配置しましょう。ゲームのメインのメカニクスはタイルプレイスメントです。ゲームは12ラウンドで構成され、4、7、10、12ラウンドの終了後に収穫を行います。プレイヤーは手番が来たら手番順タイル、方角タイル、島タイルの3種のタイルが並んでいる場から1枚を選び獲得します。島タイルのみ次ラウンドで獲得できるタイルも並んでいます。3種のタイルを1枚ずつ各プレイヤーが獲得したら、獲得した方角タイルに従い全プレイヤー同時に島タイルをプレイヤーボードに配置します。島タイルの配置前に資金を1つ消費するごとにプレイヤーコマを1歩移動することができます。しかし必ずしも獲得した島タイルを希望通りの方角に配置できるとは限りません。生産物を出荷できない場合は港タイルを配置して出荷範囲を広げましょう。また手番順タイルまたは方角タイルを獲得すると、獲得順に応じて労働者マーカーまたは資金を獲得します。島タイルは労働者マーカーを配置することで効果を発動するので、労働者マーカーの確保も重要です。収穫時に果樹園から商業施設で出荷した生産物から勝利点や資金を獲得できます。さらにゲーム終了後に4種の勝利点を加えます。プレイヤーボード上の勝利点、公共タイルによる勝利点、生産物の種類数による勝利点、残った資金による勝利点、12ラウンド後に得点計算を行い最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーが勝者です。ぜひエッセンシピールでチェックしてみてください。